バリーフォージ。バリーフォージは、アメリカ海軍の SX 級航空母艦。艦名は、ジョージ・ワシントンが1777年から78年にかけて駐留した、野営地にもと。バリーフォージは1943年9月14日、ペンシルベニア州フィラデルフィアのフィラデルフィア海軍造船所で寄港した。1945年7月8日、 アレグサンダー・エバン・デグリフト夫人、解体司令官の妻によって、命名、浸水し、1946年11月3日、ジョン・ W ・ハリス艦長の指揮下収益する。偽装完了後バリーフォージは1947年1月24日に、ノーホークを出港し、パナマ運河を経由して、キューバのグアンタナモアンに向けて、成長航海を行う。 3月18日に巡航を終えると、オーバーホールのためにフィラデルフィアへ帰還する。7月14日にフィラデルフィアを出航。8月5日にパナマ運河を通過した。バリー・フォージは14日に母港のサンディエゴに到着し、太平洋艦隊に加わる。第11航空団を上艦させた後沖合で射撃、飛行訓練を行う。10月9日にハワイに向かい。 機動部隊は、新珠湾沖で3ヶ月の訓練を行った後1948年1月16日に、オーストラリアに向けて出航する。シドニー訪問後オーストラリア海軍との合同演習を行い、続いて、香港へ向かった。香港から中国の青島に向かう途中に、機動部隊に対して、大西洋経由で帰還せよとの命令が下る。護衛駆逐艦と共に、 バリー・イフォウジは世界一周航海を継続した。マニラ、シンガポール、トリンコマリー、セーロン、サウジアラビアのラスタヌラに寄港し、ペルシャ湾での活動後にスエズ運河を通過し、バリー・イフォウジはスエズ運河を通過し最大の航空母艦となった。艦は最後に地中海、大西洋及びパナマ運河経由でサンディエゴに到着した。 1950年6月25日の朝鮮、戦争勃発時、第7艦隊に所属しており、香港に怒りを下ろしていた。海戦の知らせを受けると、一旦フィリピンのスービック湾に移動し燃料を補給し、それから、巡洋艦ロチェスターと6隻の駆逐艦で第77任務部隊を編成した。沖縄の中ぐスク湾で、巡洋艦ジャマイカと空母トライアンフからなる。 イギリス艦隊と待ち合わせをした後に朝鮮半島軍に出動し7月3日以降からアメリカ軍、韓国軍への航空支援を行っている。バリー・フォージは実戦において初めてジェット機階級回戦闘機を運用した空母となった。その後トライアンフや8月1日に到着したフィリピンシーと共に釜山共闘補の戦いやクロマイト作戦において航空支援を行った。 9月以降からは、ボクサーやレーテが到着したため11月末に一旦、帰国し、修理を行った。その後中国軍の参戦により、国連軍が窮地に陥ったため12月末に、朝鮮沖に急行し、フィリピンシー、レーテ、プリンストンと共に配送する、国連軍の援護を行った。1970年1月15日に、バリー・フォージは退役し、 同日除籍された。艦を博物館として保存するための資金調達が失敗に終わり、バリー・フォージは1971年10月29日にカリフォルニア州ビバリー・ヒルズのニコライ・ジョフル株式会社にスクラップとして客された。バリー・フォージは朝鮮戦争の先行で8つのベトナム戦争の先行で9つの従軍聖賞を受賞し、 三つの海軍部隊栄誉賞も受賞した。ロングビーチでの保管の間に、1971年2月14日から28日まで、バリーフォージは SF 映画、サイレントランニングの撮影に使用された。映画の主な場面は、宇宙貨物船、バリー法事で2000フィートの長さの貨物室に、地球最後の植物が育てられる6つの大きな、 ジオデシックドームを積んでいるという設定であった。映画のプロデューサーは宇宙貨物船の貨物室、コントロールルーム、居住区を表現できる場所を探していた。ハリウッドのスタジオセットは法外な使用量がかかり、映画の制作費を抑えるために倉庫、貨物船、タンカーを含む様々な場所が調査された。アメリカ海軍に連絡を取って、 空母の使用に関する質問を行った後、プロデューサーの関心は、ロングビーチ海軍造船所で、廃棄のために保管されていたバリー法事、フィリピンシー、プリンストンといった、タイコンデロが旧航空母艦に向けられた。退役空母は撮影現場として、申し分なく、海軍もその申し出に関心を示し、その中から、バリー法事が選ばれた。映画に登場する宇宙貨物船は撮影現場に、 ちなんで、バリー4と命名された。バリー4人の関西企画の庫が映画の中で貨物室として使用された。格納庫は塗装が行われ、ポリスチレン材で飾り立てられた。飛行指令書は宇宙船の乗組員のコントロールルームと居住区を表すため大きく改造された。核壁は切断され、カメラ及び俳優の移動ができる広い通路とされた。 コンピューターコンソールや様々なプロップが宇宙貨物船を表現するために取り付けられた。映画スタッフは金属部材が削り取られない限り船内で望むことをすべて認められた。船の動力仕様は認められなかったため、動力と水は船外から運び込まなければならなかった。映画撮影は空母内部の見通しの悪さに妨げられ、撮影法の革新が必要であった。 撮影終了の8ヶ月後、バリーフォージはスクラップとして売却された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。